レプカです、えー。レプカのキャラクターがようやっと出ている。ずっと。 抑えに抑えていたのが、スタッフ、もう書きたくてしょうがなかったレプカの本音っていうのをついに書いちゃうあたりなんですけども、ラナが生きてましたっていう報告を受ける。電話でそれを、まあ受けて、すっごい嬉しそうな顔しちゃうんですね。誰も見ていない自分の部屋だから、つい顔に嬉しさが出ちゃうんです。この喜怒哀楽が激しいっていうのがレプカの本質なんですけども、いつもこういう喜んだり怒ったりっていうのを抑えてるんです。レプカすぐ部下に怒鳴りますけども、本人としては叱ってるつもりなんですね。怒ってるってバレてないと思ってるんです。 叱ってるつもりなんです嬉しい時とか悲しい時っていうのは自分の部屋だったらついつい出ちゃう人なんですよでそれの証拠が次のカットです電話が終わったら一生懸命笑いを抑えてるんです後ろ手に組んでるんです手を後ろに組んで嬉しくない嬉しくない別に俺は嬉しくないと俺は論理的な人間だ俺には感情なんかないんだ俺には優しさなんかないんだ俺には甘さなんかないんだってことで後ろ手に組んでるんですけどもついに笑ってしまうんですよ嬉しくて嬉しくてここら辺のですねレプカの演技がめちゃくちゃゃく面白いんです。 本当に可愛いんです。もう我慢できない。誰もいない部屋、ちゃんと見せてるわけですね。一コマ目で報告を受けるレプカこれ電話の報告、誰もいないっていうのはわかるんですけど、二コマ目でわざわざ誰もいない部屋ですね。ドアを見張ってるんです。誰か入ってこないか。自分が笑ってるところを見られないのかってことで、後ろ手に組んでたんですけど、ついに我慢できなくなって、わっは。 誰も見てないから、思わず笑ってしまう。ついに後ろ手を外してですね、ランナは生きてた俺の勝ちだっていう風に言うんですけど、窓に駆け寄るときに見てください。両手を広げて軽く踊ってしまってるんです。この辺の演技が細かくて、可愛く描いちゃってるんですよね。目尻が下がった,ただ単に可愛いキャラになってるんです。レプカを可愛いと感じるかどうか、それは視聴者次第、その人次第なんですけど、作画する人間は、この可愛さを表現しようとしてないと、こんなに描くはずがないんで、 次のコマす両手を思いっきり広げて太陽刀に報告です。<laughs> 見てくれ太陽、俺やったよというような形で <laughs>、俺が勝った、勝ったというふうなことを言ってですね、カメラ切り替わって窓側から誰も見てない部屋でですね、自分が勝った喜びっていうようなことで、これで太陽灯が復活すれば俺の勝ちだっていうようなこと延々こうセリフ的には、 意味のないことを言ってるんですけども、スタッフのレプ界の爆発です。逆に言えば、こんな風にレプカの感情を丁寧に見せてくれるのって、このシーンだけなんです。誰もいない部屋でしか、レプカの感情爆発が見れない、見せられないというようなことが、レプカの限界であり、レプカの弱点でもあるんですけども、以降、レプカのシーンっていうのは、基本的に肉肉資源に抑えて書く。えー、怒りの感情みたいなものは積極的に書くんですけど、それはもう、追い詰められた悪役が、ついに仲間 ににもも当たたたり散ららししててみたいなな書き方ででステレオタイプの悪役に徹してもらうためなんですよっていうのは、未来少年猫なんていうのはそれまでのステレオタイプの悪役っぽかった。まず、ダイス船長が実はいいやつ、人間味があるやつっていうふうに書いてしまって、次に、モンスリーっていう実行部隊の隊長が実はいい人、優しい女の子っていうのを書いちゃったわけです。もうだから後、あとは、未来少年猫なんて悪役をやってくれる担い手っていうのはもうレプカしかいないんですよ。だから、レプカ絶対やっちゃいけないんですよ。もう。 ににいいいたらももううううう破破綻綻ししししししてててててまままドラマとして破綻してしまっっ誰も悪くなななよよ形んです、ね、これね、難しくて、窓かマギカのですね、クライマックスあたりである、人間がモンスター化して、何を言っても通じないという状態に持っていくしかないですよ。これがもう日本のアニメ漫画エンターテインメント業界が持っている、どうしようもない構造というやつですね。ねつまり、作ってる側も、こいつはなんでこんなことするのなんでこんな悪いことするんだろうなんでこんなみんな迷惑なことをするんだろうって言ったら、モンスター化して言うことを聞き 引ませんにするかまあ、もしくはこんな最後までちょっとぐらい人間味が出てもいいんだけど最後まで死理死欲で突っ走ってついには自分の味方すら平気で見殺しにしたり殺したりするような悪いやつなんだみたいにこう持っていくしかないっていうことなんですけど <laughs> 僕的な見どころはレプカの本音というか人間性がわかるレプカが個室でこれまでずっと見せなかった部分ですレプカっていうのは他の誰かがいるところでそういう人に対して辛い言い方、冷たい言い方辛い言い方をするシーンばっかりやってるんですけども実は 一人の部屋の中で、ふふふふって言って、見てくれたよと、俺頑張ったよと言って部屋の中を踊りながら走ってしまうような人間っていうのがわかるです。なかなか楽しい回でした。